アグスタウェストランド・オータム・ウィンター159アグスタウェストランド・オータム・ウィンター159リンクス・ワイルド・キャットはアグスタウェストランド社が開発した双発の中型ヘリコプター。当初はフューチャー・リンクスと称されていた。現用中のアグスタウェストランド・リンクスを発展させて開発されており、陸軍では汎用ヘリコプター、海軍では哨戒ヘリコプターとしての運用を予定している。 イギリス陸海軍は2001年頃よりそれぞれが運用するリンクスヘリコプターの更新を狙ってそれぞれブルー及び SCMR と称される計画を進めていた2003年から2004年にかけて両者の共通性を高める決定が下され同一の機体をベースとすることとされたアグスタウェストランド社はスーパーリンクス300をベースに発展させた機体として フューチャーリンクスを開発しており、これをブルー SCMR 計画に対して提示した。同社が開発し、イギリス海軍がすでに運用していたアグスタウェストランドオータムウィンター101はブルー SCMR 計画においては大きすぎ、高すぎると考えられた。有力な対抗馬としてはエアバスヘリコプターズ社を中核として開発された NFH90 があり、 性能的には、こちらが優れていると考えられていたが、既存の運用基盤を流用できることとコスト的な面が評価され、2006年6月、イギリス国防省はフューチャーリンクスの採用を発表した。初号機の製作は2007年10月より開始され、2009年11月に初飛行を行った。オータムウィンター159のエアフレームは、基本的には、 スーパーリンクス300をベースとしたものとなっているが、ローターブレードをはじめとして、各所に複合材料が多用されている。エンジンは、スーパーリンクス300と、同じく CTS800 から 4N が搭載された。また、アビオニクスも刷新されており、グラスコックピット化されたほか、海軍仕様では、戦術データリンクにも対応するとされている。出展。 クバスティウエストランドオータムウィンター159テクニカルデータ2011年8月9日閲覧初言性能ありがとうございます